関東以西では春の陽気となりそうです。ただ花粉の飛散に要注意です。では見ていきましょう。現在の天気のご報告です。西日本から関東地方では晴れのご報告をいただいておりますね。この後も日差しが届いていきそうです。天気分布予想です。今日は晴れるところが多くなりそうです。気温は昨日と同じかそれ以上に上がって広い範囲で15度を上回る予想です。日中は上着なしで過ごせるくらいの春の陽気となる見込み。ただ気温の上昇に加えて風がやや強まるため杉花粉の飛散には注意をしてください。さあ今日の花粉飛散予想を見ていきましょう。東京、名古屋、広島、高知、福岡ではやや多い予想となっています。症状が出やすい方は早めに対策を行ってください。以上、関東以西のお天気についてお伝えしました。